皆さんこんにちは。野木田教授の YouTube チャンネルへようこそ。今回は、実家の、北九州の若松、から、お送りさせていただきます。題して野木田教授の奇跡78ということで、故中村哲医師の命日12月4日に北九州市若松区の科博堂にてということでですね、ペシャワール会の、中村哲さんがアフガニスタンで凶弾に倒れて、たのは、2019年の12月4日ですけれども、それから3年が経ちました。中村哲さんが幼少期に、国民的人気作家であります、火野足栄さんの家、これがですね、北九州市のこの若松にあるんですけれども、でそこで過ごされたということは前回の、動画で、紹介させていただきました。野木田教授の奇跡53の北九州市若松区ゆかりの有名人シリーズ、中村哲さん、火野足栄さんということなんですけれども、詳しくはそちらの方をご覧ください。そしてですね、今年の8月に久しぶりに帰国いたしまして、今はこう記念館となっているその火野足栄さんの、旧宅ですね、旧邸の、科博堂で、中村哲さんが通われた幼稚園がですね、若松天使園ということで、それは僕の通ってた、同じ幼稚園だと、いうことも、分かりました。ということで、同じ幼稚園に私も通ってたわけなんですけれども、今回ですね、オーストラリア政府のプロジェクトであります、ニューコロンボプラン、ニューコロンボ計画ですね。で、クイーンズランド大学の、15名の、工学部の学生を引率して九州大学に今実は来ているんですけれども、この土日にですね、実感のある、この若松に滞在してこの、科博堂を再訪、しました。で、そしたらですね、偶然そのボランティアで科博堂の案内をされている方がですね、中村哲さんと、若松天使園で同窓生だったということが分かりまして、この今ですね、12月の2日から本日の4日までですね、3日間はこの地元の恵比寿神社のお祭り、お恵比寿さんが、会ってるんですけれども、それで結構ね、私も行ってきましたけれども、結構、にぎわってるんですけれども、この科博堂にはですね、僕以外の訪問者、いなくてですね、でそのボランティアの方と2時間ぐらい、お話しさせていただきましたかね。で、それで、地元若松のですね、戦前であるとか戦後であるとか、まあ、僕が生まれ育った、高度成長期時代のお話であるとかですね、火野足栄さんに、もちろん火野足栄さんの、場所なので、火野足栄さんにまつわるお話であるとかですね、中村哲さんに、まつわるお話をじっくりとさせていただくことができました。で、火野足栄さんの小説の話はですね、おいおいこの研究者の手法として紹介させていただきますが、まあ、この川筋気質と言われている、ここら辺の方々ですよね、の気質ですね、その中村哲さんの性格も、この幼少期の若松で、培われたんではないんだろうかなというふうに、つくづく感じた体験でした。ということでですね、今回ちょっとこれから、そのビデオとか写真をちょっとだけ、見て、このお見せしようかなというふうに思っています。ということでですね、今日が、12月4日が、中村哲さんの、3年の、命日、3年すで、に経ってしまいました。ということで、今回の話は終わらせていただきます。今、火野足栄さんの、
画伯堂に向かっています。ここに、中村哲さんも小さい時におられたということです。いました。日野足生さんがおられた、長年住んでおられた、画伯堂ですけれども、中村哲さんも小さい頃におられたということです。していただきます。画伯堂です。いろいろと、中村哲さんのお話もお伺いしました。これは日野足生さんの書斎に行ってみます。この書斎で、亡くなられたということなんですけれども、ここですね、当時のままの机が残っているということです。でも東京にも家があって、東京と若松をずっと往復されてたということみたいですね。こちらはあれかな。ふんにょうたんの、映画になったということを実は知りませんでした。これ戦前ですよね。そうです、そうです。でモデルがいたっていうのもちょっとあれですけど、これで皆さん出戦前の壮行会の宴会を抜けてですね、うん、お隣の部屋で最終稿を書き上げて、うん、それをお友達に渡して出征されていったそうです。麦田兵隊の前ですよね。そしたらそうです、うん、はい。外の水が張ってなくて、当時はあれですね、池に水を張って鯉がいたんですね。これですか。このお庭でライオンなんかも飼ってたりしてですね。ライオン、ここお写真が、ここにあ、どこにちょうどこの靴脱ぎのところで足湯さんが、ライオンって言っても育ったらでかくなるじゃないですか。いやいや、そうですね、もらってきた時はですね、かわいい、でね、1、2ヶ月のこれやっぱそれはそうでしょうけど、大きいでバスケットに入れて、京都の木暮サーカスでなんかもらってバスケットに入れて持って帰ったらしいんです。それがこれ多分ね、1、2歳ぐらいじゃないですか、ね、この庭で飼ってたんですか。そうです、50歳ぐらいでもらって亡くなったのが、ここに足湯さんが座られてるみたいね。あ、そうなんですか。そうそう、ここに座られて、下に靴脱ぎがありますでしょ。こっちかな。あ、そっちはよ、こっちでね、うん、私も座っていいですか。これはちょっと、ね、座らせてもらいました。あ、じゃあここでライオンを飼ってたんですね。そうです、やっぱ目の前はね、まあ、あれはつけとった、リードをつけとったでしょうけれども、うん、大きい檻で、お母さんのワンさんがね、近所の方に、餌代のお肉代が大変だって言われて、そんなお話も聞いてますね。やっぱり小さくても噛むんかな、やっぱ猫なんで。でもそれは戦後ですよね。戦後です。戦後ですよね。はい、そうですよね。戦前はさすがに戦前には帰ってきた時ですね。ありがとうございます。50歳ぐらいって言ってます。ここのお家です。